三角形のショールの例、ショールは衣類の一種であり、肩にかけたり、頭からかぶったりして着用する。通常は四角形をした布で三角形になるように折って使うが、最初から三角形のものもある。ショールは防寒のために用いたり、ファッションとして用いたりする。また、ユダヤ教徒の男性が着用する、タッリートのように宗教的な意味合いを持つものもある。 インドのカシミール地方の男性の伝統的な衣装が発祥である。ショールの語源は一枚の大きな布を意味し、肩掛け、マント、ベール、毛布と気候に合わせて様々に用いられた。15世紀、カシミアショールがインドからヨーロッパに伝わり、ロンドンで人気が高まった。19世紀、薄着のシュミーズスタイルが流行していたパリで紹介されると保温性に優れたショールは、 大流行となった。カシミヤショールは高価だったため、18世紀末より、スコットランドのエディンバラで、木綿や公色の品が製造されるようになり、1802年より、ペーズリーの町で作られるようになった。1820年代にパフスリーブのロマンティックなドレスが流行すると、スカートの膨らみを損なわないように、正方形のショールを三角によって羽織るスタイルが流行した。 1850年代に登場したスカートが大きく広がったクリノリンスタイルでは大型の長方形のショールが合わせられた。その後、1870年頃から流行した腰を膨らませたバッスルスタイルではショールがスカートのシルエットを隠してしまうことから次第に使われなくなった。明治中頃、ウールが国産されるようになり着物に 大盤の防寒用ショールを羽織る様子が以後よく見られるようになった。大正時代には輸出用として織られていたフランスチリメンやメリヤスが輸出止めになり、それを用いて国内用にショールが作成された。ありがとうございます。